はい、お疲れ様です。ひろかるです。ちょっ とトラブルじゃないんですけど、ちょっと今ですね、ちょっと前から多分アドブルー異常のね、警告灯が、ついたり消えたり、ずっとしてて、昨日でしたかね、九州から、こっち、岡山なんですけど、こっち来よる最中、まあ、朝立ち上がって、だいたいねエンジン切って不走の、メーターのダイアグノーシスっていう、ところをね、選択して、故障者リストっていうのがありまして、で故障者リストのリセットを、ね、押したら、まあだいたい消えるんですよ、普通は。で消えて、でまあアドブルー異常って書いてあるんですけど、1週間2週間ぐらい、2週間もっと前かな、3週間ぐらいだったかな、ずっとついてて、でまあアドブルーも全然減るし、まあ、多分アドブルーがどっかで詰まっとるっていうことはない感じで、多分センサー異常じゃないんかなと、思って、でまあ一応ね社長奥さんには言ったのかな、でまあどっかのタイミングで、修理入れたらいいかなって思えたんですけど、昨日の昼過ぎぐらいから消しても消してもすぐつくようになりだして、であれと思って、でまあそのまま走っとったんですけど、まあ走っとりゃそれはね、異常が起こるんですけど、ちょっとエンジンかけます。まあアドブルー異常でアドブルーが来てなくてエンジンがかからんっていうことはないんで、今普通にエンジンもかかるし、今エンジンかけたんですけど、つくかな。ちょっとね今ずっとほったらかしっていうか切った状態でずっと放置しとったんですけど、言うかな、まだ言わんですね。結構すぐペーって警告音が鳴り出すんですけど、まあ今のところちょっとほったらかしにしとったんで、ちょっと言わんすかね。昨日もね、ほら、言い出した。ね。はい。これですね。このマークと、このシステム。ダイアノーシスね、これを選択して故障者リストね、これをまあしてファインにすれば、まあ、本当は消えるんですけど、今エンジンかけてるんで、消えません。でこのピーっていう音をなんとかならんかなとかって思ったんですけど、まあどう調べてもなんかどうにもならないみたいで、で音が鳴りうるのがスピーカー両サイド、こっちの、まあ、もうあっち荷物があるけあれなんですけど、ここから聞こえるんですよね。ここから聞こえるんで、なかなかね、消すことができないんですよ。はい、
旦エンジン切りますね。エンジン切って、エンジンかけない状態ね。キーを、まあ、オンにした状態ですよね。これ消える。まあ、今消えたんですけど。あとはね、ここで、これを押してリセットをして、だったら消えるんですけど、まあ、今ちょっとたまたま消えたっていう感じで、ちょっとずっとおかしくて、昨日から、ずっとこの音と戦いながらちょっと走ってました。ちょっとね、耳がキーンってなりそうな音なんで、あんまりちょっと聞きたくないんですけど、はい、よっこいしょ。で、まあ一応ね、昨日のこのピーって鳴り出してるのが昨日の夕方、昨日の夕方からね、何時だったかな、6時7時ぐらいだったから、ピーピーと音が鳴り出して、最初何が鳴りようかなとか思って、ちょっと全く意味がわからん状態だったんですけど、まあ原因が分かって、一応、今、どっかで入れんかっていうね、ちょっと、お話を昨日の夜夕方ぐらい、7時、まあ、7時ぐらいですけど、まあ、もうね、遅い時間でけ、今日にならんとちょっと結果がどうなるかちょっとわからんっていう状況なんで、まあ緊急じゃないんで、そこまで急いで入らんに限定わけじゃないですけど、寝るときもね、ずっとエンジンかけて寝れん、まあ、最近エンジンかけてないんですけど、そんなに暑くないし、エンジン切って寝るんで、まあ、エンジン切って寝れば、音は全然軽減するんで、で今日ちょっと肌寒い、まあ、半袖でおるんですけど、朝ね、ちょっと寝とって寒いなとか思って、エンジン、冷えた状態だと多分、ならないみたいで、小1時間ぐらいは、ならんかったかなっていう感じで、とりあえずエンジン、寒くてエンジンかけて、なんとか、毛布にくるまって トラックの中が温まるのもあって、まあ、暖かくなってきたかなーっていうぐらいでピーって言い出して、まあ、昨日結構早く寝たんで、まあ、早く起こされても、まあ、別に仕方ないわとかって思いながら、で、まあ、ちょっと早く起きてトイレ行って、で、ちょっと今撮影しております。今日ここで、ここっていうか岡山で降ろして、で福山で積んで、大分ですね。明日は大分県、まあちょうどですかね、瀬戸内海側のね、大分だけ、瀬戸内海側もう福岡と大分のちょうど境目ぐらいですね、行くっつっても、こんなとこなんで、まあ積んでしまったら、まあ、いざとなりゃどっか扶桑なり広島のね、行きつけの、車屋さん、トラックの車屋さんに持っていくなり、まあ、多分できると思うんで、まあ積んでから、どうなるかっていうのはまたちょっとわからないんですけど、またね、結果が分かり次第、報告したいと思います。扶桑17のね、スーパーグレート乗られてる方ね、多分結構皆さんアドブルー異常が出るらしくて、多分リコールじゃねえんかっていうね、話も出てるんですけど、まあ、多分リコールじゃないんかなっていう、リコールになってもおかしくないぐらい、ね、結構みんな、ランプがついたりしょるらしいんで、まあ多分
すぐ対応できるようになっているとは思いますけども、ただどこでどう入る、扶桑に入るんか、それともそこの知り合い行きつけの整備工場に行くかっていうのはちょっとまだ決まってないんで、また分かり次第、動画にしたいと思います。はい、とりあえずポチッとなです。ポチッとな。はい、お疲れ様です。あれから2週間経ったかな、動画撮ってから。そうですね、1週間ぐらい、なりっぱで、ずーっと走ってました。結局、扶桑に持ってったんですけど、あの日に、持ってったんですけど、まあ、ちょっと手違いで、最初はね、燃料メーターが壊れたみたいな感じで、なんか伝わっとったみたいで。で、まあ、行ったら、アドブルージャーっていう話をしたんだけど、まあ、一応、ね、扶桑さんに急になってしまったんですけど、まあ、一応見てくれるっていうことだったんですけど、ちょっとね、その週かだけが、どうですかね、扶桑さんの、トラックをね、コンピューターつなぐ、まあ、データを取るのに、ECU みたいな、なんかこう、コンピューターにつないで、なんかその、エラーとかね、ああいうチェックをする機械があるらしいんですけど、なんかそれが、なんか、あれが全部、全国ネットでこう、ネットで多分繋がっとるんじゃないですかね、多分、もしかしたら。で、それが、ちょっと、壊れとったみたいで、その日に、直すことができんって言われて、で、結局ね、多分、アドブルーセンサーの、異常、と、あと、ま、リコール。アドブルーセンサーのリコール。があって、で、それで、まあ、どっちみちリコールなんで、直さにいけんかったんで、で、まあ、その日に直らず、結局、一週間ぐらい、ずっと、なりっぱで走ってて、一週間ぐらいだったかな。もうなんか二週間ぐらいの感覚はあるんですけどね。一週間ちょっとぐらいだと思うんですけど。で、ちょうどね、車検のね、タイミングもあって、車検にも入れにはいけんということで、急遽、やっぱ2週間ですね。で、急遽、まあ、3日間ですね。木、金、土ですね。水、木、金、土。おう、そうそう。水曜日に入れて、おろし終わって入れて、で、リコール直して、まあ、2日ぐらいかかったと思うんですよ。で、金土で、車検が終わったみたいな感じですかね。で、一応、金土だけ、ちょっとね、地場の仕事をちょっと手伝って、出たっていうか、まあトラックがないんで、奥さんの横乗りみたいな感じで、ちょっと、走ってました。土曜日はね、まあすぐ上がらせてもらって、でまあ夕方昼前ぐらいだったかな、社長から連絡あってトラック上がったよーっつって、
連絡が入って。で、何時ぐらいだったかな？ 2 時ぐらいにトラック取りに行ったんかな。うん。取りに行って、で、まあ、車検上がりだったんで、マーカーとか、ちょっといろいろ外しとったもんとかを、その場でもう帰っと車庫に帰ったついでに、ちゃちゃちゃっとつけて、なんとかね、アドブルーも治って、車検も、なんとか終わりました。で、今日動画撮っとるのが、僕が、前の会社をね、辞めてちょうど1年。まあ、辞めていうか、まあ、有給が残っとったんで、有給休み最後取って、あれしとったんですけど、まあ、最後にトラックを、部品外したりとか、最後の日にして、で、あと有給使って休みを取ったんですけど、まあ有給もね結構残っとったし、うん、あれだったんですけど、でまあなんとかね1年、経過して、まあいろんなとこもね行かしてもらって、ねいろいろと、やらさせてもらってね、でねいいトラックもらって、まあ、ちょっと中古ですけど。まあでもまあ、今後ね、またね、次のまた1年、頑張れるように、走っていきたいと思います。一応リコールは治ったし、ね、前回あげた、後輩くんのね、トラック動画の最後にちょっと話はしたんですけど、まあ、一応ね、なんとか、修理も終わって、リコールも直って、もうね、ずっとピーって音がね、うるさくて、もう、どうにかならんの、ならんのかなとかってずっと思ってたんですけど、まあなんとかね、治って、無事ね、今週の頭からね、仕事動き出して、先週ね、修理、車検、出しとったんで、一応今のところは何事もなく、無事、仕事できております。まあまた、あっちこっち、行くことになるとは思うんですけど。まあちょっとね、いろいろちょっと、もしかしたら長距離じゃなくなる可能性もあるんで、まあちょっとその辺は、まあまた、おいおいと話していこうかなとかって思います。まあちょっといろいろね、考えてることがあって、まあそれで、まあ今のところはまだ続けるつもりではおるんで、このトラックと共に、頑張っていきたいと思います。まあ車検も上がってね、まだ車検ステッカーは来てないんですけど、あとね、まあいっか。まあいっか。またね、なんかちょっといろいろと動画を、撮っていけたらなと思っております。無事、終わったんで、ご心配おかけしましたということで、まあ多分この動画だけで話が完結してしまうんですけど、なんとかね、リコールも治って、PPO も治って、なんとか無事な、さすがにね、もうちょっとね、エンジンかけっぱにしとかんと、昨日もね、エンジン切って寝とったんですけど、まあ寒くて、毛布にくるまっとったんですけども、途中からエンジンかけて暖房ガンガンにして、ね、寝てましたね。まあ朝も結構早く目が覚めて、あれだったんですけど。まあ、
いい時期に、まあ、壊れて、なんとか直せてよかったなと思いました。ということで、またね、いろいろと動画上げていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。今日は今山口で、朝九州を下ろして、で今山口で積んで、で今から岡山行って、で明日下ろし、岡山を下ろしたら、下ろしたところで殻を積んで、で、山口戻って、で、山口で飛んで、いや山口で積んで、九州ですね。で九州を下ろして金曜日、前々回っていうか、ちょっと初めて行ったところの受けししの取りたいんかな、下請けじゃない、下請けじゃねえな、依頼元の会社にちょっと気に入られてしまって、ちょっとまたなんか あったらまた入ってくださいって言われたんですけど、またなんかそこに入れられてしまうっていうパターンみたいらしいんで、まあちょっと前回はね、祝日が挟んどって金曜日積んで、火曜日おろしだったんですけど、多分今回は祝日じゃないんで、金曜日に積んで、月着になるとは思うんで、月着の静岡ですね。静岡行きなんで、まあ日曜日ね、どうしようかなーって今考えますけど、もう日曜日途中までベタ走るか、それかもう一気に乗っていくか、でないと休みがなくなるんで、まあ、ちょっといろいろと考えてます。まあ、またね、それはそれで頑張っていきたいと思います。それじゃあね、無事治りましたという報告と、車検一応、いつの間にか車検が終わってますっていうね、動画でした。はい。今ね、シャワー浴びてのんびりしてました。今から岡山向けて出発します。それじゃあ、終わりたいと思います。お疲れ様です。ポチッとなです。ポチッとな。